すいません、ありがとうございます。でも僕のこと有名人も知らない人ほんといてんじゃないですか。ちょっと待って、ね、はい、まだちょっと受けますけど、はい、はい、そうですね、はい、はい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 、そうですね、はい、あ、わかりました、はいはい、わかりました、すいません、ありがとうございます。これが集団スパイの英語でギャングストーキングと言われてるんですよ、はいはいはい、で一応これジル・バイデンっていうのにこう送ったんですよね。ジル・バイデンってバイデン大統領のなんか関係者ちゃうんですか、ね、まあ一応この国務長官に送ったんですけど、いいね押したんがジル・バイデンと。だからもう向こうは知ってるって。ああ、了解です、はい、OK、 そう でも今日一応ね、今日はこの殺すぞ的な話のところなんで、はい、ちょっとごめんなさいね、もう一回見せてくださいね、はい、で、それのとこの、これが欲しいですね、これか、そしたらこのメールアドレスはこの人ね、差し出し人が、あー、そうだそうだそうだ、そうすね、この人は毎回この人になるのかな。いや違います、もうコロコロ作って別アカばっかりで、別アカなんです、うん、1個特定したのがあのやっぱ上海のアカウントとかやっぱ中国経由でやってきたりとか、うん、国際的にやってますね。ごめんなさい、どれってこれでいいかな、うん、で内容ほぼ一緒かな、これ全部一緒やな、ね、そうですね、うん、だから7時11分から22分の間にその同じ22分の間に、はいはい、このメールが20通ぐらい送られてきた、うん、で今日だけね、とりあえずはで、前回のやつもあるけど、はい、たまに送られてくるんですね。そうですね、うん、ただ同じ内容じゃないですね、ちょっと変えてくるんですよ ね、はい、大阪府警とグルヤとか、うん、まあ、現にグルヤから受信せえへんのかな、あの、うん、受理せえへんのかなっていう変化もいただいてますね、はいはいはい、現にだってアメリカの言うように大統領夫人は認めてるわけじゃないですか、この集団ストーカー嫌がらせとかね。で、未だにこれお前は精神病院大阪府警何年前、まあ何年も前の話だから今は知らんけど、うん、
あ、精神病院言われたの、はい、それも名誉毀損ですよね、公共の場でね。防犯カメラ撮ってる人に、ああいうドライブレコーダー撮ってる人、お前は精神病院言うてんのと一緒ですからね。こっちは防犯のために動画回してるだけで、で公共の場でしょって言ったら、私有地入って動画撮ってるわけちゃうでしょ。誰もが入れる場所やの。このメールが送られてくる理由としては、僕は作家として働いてて、そのネット関係とかやってるし、大阪市の市長選挙も出たから、それで組織犯罪が身元バレがすると、そういうことでいいかな。身元バレは元からしてるんですけど、ただその組織犯罪をやってる奴らが都合悪いと僕が目立つと。ああ、市長選挙を。はい。もう組織的に嫌がらせされてるってことですか。そうですね、組織犯罪ですね、完全な。されてると。はい。で、名誉毀損とか。はい、名誉毀損、脅迫。で、あと人権侵害ですね。権力は全く操作しないと。だから他国に頼むしかないと。名誉毀損、脅迫。ツイッターもみんな政治家とかみんな見てんのに無視するんですよね、都合の悪いことは。ごめんなさいね、実際のところ今いろいろ相談したんですよ。いや、僕地交番のお巡りさんなんですよ。相談するみたいんやけども、刑事さんでいろんな相談したんやけど、実際のところ現にその殺されるって前から言われてるけど、じゃあもうこれ脅迫ですやん。脅迫けど、現にされてないってところがあるから、現象面でやっぱあかんらしいんですよ。事件がまだできんらしいですよ。そんなん怒ってからじゃ、もう脅迫罪やん。やけど僕らはそれでちゃんと警戒するから、この周りをね、警戒させていただくんで、ちょっとそれで様子見て、それでもあかんって言ったらまだ言ってよ。もうせめて被害届は受理しようや、脅迫罪やん。一応ね、刑事さん言うたんやけど、その担当のとこ、一応強行犯ってとこになるからね、言うたけど、それでもまだちょっとダメやねって話言われたんよ、今僕電話して。担当なんちゅう人。担当、一応強行の人間っていうのだけ言うときますわ。強行犯だけ。強行犯、それが結局関与してるんちゃうの。いや、関与はしてないよ。関与してるよ。してなかったらすぐ受理して捜査するやん、脅迫罪やん。だからそれがちょっとね、前が言われたんでしょ、別に被害届取らんでも捜査できるよって言われたよね。まだでも多分捜査してる途中なんやと思うんですよ。ひとまず、無理なん、それは。今は取れないって話は言ってるから。でも捜査はちゃんとしてるって言ってるんやったら、それは信じてください。それやったら、まあ、嘘じゃない、絶対。嘘つかへん、絶対。そうやったら、まあ信じるわ。そうよく信じて。で、僕らはちゃんと警らするし、回るから、それで分かってくれる。で、それでもずっと来るって言うんやったら、で、ご自身自体もちょっとメールアドレス変えるも拒否もするもしなあかんと思う。まあ一応証拠保全で置いてるけど、いやけど、でもメールなんか今住所みたいなもんやから変えられへんもん。まあ、例えばツイッターと、そうやけど、住所変えろって。逆に言うと拒否はしてもらわなかった。まあ拒否は別に住所を変えるわけじゃないからね。そうやね。まあ一応これ報告したから拒否できるけど、また住所作ってすぐできるから。いやけど、でもちょっとはね、対策をこちらでやっていただくっていうこともしていただかないと。こっち被害者より捕まえたら終わりやん、犯罪者。いや、今捜査してるっていうか、もうそれは信じてくださいよね。まあ一応被害届はちょっと受理するように、ちょっと、だからその方向で考えとくから。ちょっとまだ今じゃないって話を言うてるから。今じゃないって何年待たすんやん。だからちょっと待ってもらうしかないから。ごめんなさい、僕の独断で言うてるわけじゃないから。刑事さんにちゃんと相談した結果、刑事が頼んないからこっちは言うてんの。刑事がヤクザ以下やで、あんな。ごめん、それやったら申し訳ない。まともな警察官はやっぱおるけど、やっぱ刑事が異常やったから、あ、こんなチンピラみたいなのが刑事なんや思って、毎日。で、動画で撮ったら、撮んな言われて、でもお前撮られてまずいことしてんのか言うて、反射やん、そんな。だからまあ一応ね、ごめん、申し訳ないけど、ちゃんと身の安全はちゃんとするよ。ちゃんと回らせていただくから、もうどうしてもっていう時があったら、ほんまに今日もそうかもしれんけども、あったら言ってください、ほんまに。それだけお願いしていいですか。分かった。すいません。まあ交番にとっても知らないからね。いえいえ、でも、ちゃんと
南署の方には言うてるから、うん、嘘じゃないから、あっこの刑事はほんま信用ならない。刑事さんが事件するから、刑事さんちょっと信用してもらわなあかんよ、多少は。ありがとう。いい、すいません。時間かかります。いいえ。